でプリンセスになられてるわけですけれども、はい、今あのステージに登場していただいた演出も、はい、まるで舞踏会のようなシーンからの演出で、そして素敵な王子様までいて、そうなんです、王子様に手を引かれての登場はいかがでしたか。いや嬉しいですね。なかなかエスコートしていただいてあの歩くことってないので、ちょっとドキドキもしましたし、一番最初にあのシルエットで踊っていただいたダンサーの方たちもまたかっこいいなと思って後ろでちょっとこう拝見させていただいてたんですけど、ちょっと踊りたくなりましたね素敵だなと思って、ね、ゴーリクさんはあのダンスもお得意でいらっしゃいますけれども、またちょっと違う舞踏会のような、そうです ね綺麗だなって思いました。はい、王子様も立派に役目を務めましたけれども、はい、あのライアン君とは今回皆様にご覧いただいた新 CM ではなくて、6月から放映予定の CM にご出演の佐藤ライアン君、今回ゴーリキさんの王子様として登場されたと聞きましたけれども、ゴーリキさんライアン君との撮影はいかがでしたか、はい、どんなことがありましたか。あの本当にあっという間に終わっちゃったんですよね。一緒のシーンはちょっとあっという間に終わっちゃったんですけど、あの可愛いんです、とにかく私があの見てないというかオンエアあの出来上がったの先にちょっと見させていただいたのが、もう可愛いところがあるんです早くそこを見ていただきたい、皆さんにこんな可愛い王子がいたら本当にいいなって弟にしたいというか、もちろん今日は王子様なのでこんな素敵な王子様がいたらいいなとも思いますし、はい、でもすごく一生懸命あの飲み一緒に飲むカット撮ったりとか、はい、でもすごく楽しくやらさせていただきました。その CM 撮影以来の対面ですか今日は。はい、そうです ねじゃあちょっとライアン君にも CM 撮影した時の話を聞かせてもらってもいいですか。はい、撮影はどうでしたか、ゴーリキさんと一緒に。そうですね、ゴーリキさんは、はい、とっても優しくて素敵なお姫様だと思います。ね、ライアン君も素敵なプリンスですよありがとうございます。ジョアの CM はどうでしたか。ジョア大好きだからヤクルトの CM に出れて本当に良かったですね、これからもたくさんいっぱい飲んでくださいね。はい、はい、そんな風に言ってますけれどもライアン君、はい、あのまさにお姫様みたいだったって言ってくれてますけれども、ありがたいですね。お姫様になった気分はゴーリキさんはいかがでしたか。いや幸せですよね。でも今回はちょっとそのチャーミングの部分というか元気なフレッシュな感じもあったので、はい、あきっと私が実際にプリンセスになったらおとなしくはしてないだろうなっていうのは本当にすごく今回の撮影でも感じましたし、こういうプリンセスはすごく好きだなって思いますね。なんかあのストーリーを見てる私たちも想像してしまいます。あこんなプリンセスいたらこういう風にするんじゃないかとかそうですねあのゴーリキさんプライベートでもディズニーの音楽を持ち歩くほど本当にディズニーがお好きと伺っているので、はい、今回あのシンデレラのパッケージのジョーをお持ちでしたけれども、はい、シンデレラへの思いってありますか。いや、まあ、あの本当にシンデレラ限らず私もディズニーが本当に大好きで、はい、プリンセスの映画はほとんど全部見させていただいてるんですけど、あのとにかくすごくこう自分を持っているというか綺麗さとか美しさとか、あの本当に私語り出したら止まらなくなっちゃうかもしれないんですけどで今回のシンデレラもすごくあの自分の意志だったりとか、うん、強さを持ちながらも女性らしさとかそういう謙虚な気持ちとかそういう綺麗な心とか本当に持っているので、あのそういうところはなんか見習いたいなって思う部分もたくさんありますし、その世界観に入れたっていうのはすごく嬉しいなと思いますし、大好きなそのジョアとディズニーが一つになるっていうのは本当に、そしてまたそれを私がこう皆さんにこうお伝えできるお届けできるっていうのはすごく幸せなことだなって思いましたね。じゃあこれから続々とプリンセスシリーズが出るって、はい、もうそれ自体が多分すごい嬉しかったんじゃないですか。本当に幸せでした、嬉しいです。はい、何かあのジョアの思い出、まあ、週末母の日なんかもありますけれども、はいね、お母さんとジョアの思い出でもいいですし、はい、ご家族とジョアの思い出ありますか。あの今でもそうなんですけど、小さい頃からよく味の取り合いは何味が飲みたいという取り合いはしていて、はい、最近もじゃんけんで取り合ったことはしょっちゅうしてますね。本当に昨日、まさに昨日あの父親が飲む人って言って、私と母親がはーいって手を挙げてみんなで一緒に
夜寝る前にジョアを飲んで飲みました。ジョアタイムがあるんですね。そうですね、なんか一人が飲むと必ず誰かがその飲む一番最初に飲むって言った人がこう飲む人って聞いて、はい、必ずみんなで飲んでますね。ちょうどねあの明後日が母の日なんですけれども、はいはい、何か計画されてますか？ちなみに今のところは何も、なんかいつもサプライズしたいなとは思ってるんですけど、やっぱ一番母が欲しいものとかを聞いてしまうので、いつも何が欲しいのって聞いちゃうので、はい、何か欲しいものを聞いてから買いに行こうかなとも思いますし、一緒にまあ買いに行こうかなと、ご飯とか一緒に行けたらいいですね、うん、一緒に行こうかなとは思います。でもね、ご家族の中にジョアがあるということで、はい、喜んでらっしゃるでしょう ね、大好きなディズニーとの子、はい、さあ、最後になりますけれども、あのディズニーのプリンセスには今日の剛力さんのようにですね、素敵なプリンスが隣にいるものですけれども、あの剛力さんが考える素敵な王子様像、女性なら誰もが憧れてしまう素敵な王子様像があったらぜひ教えてください。そうですね、でも先ほどすごく感じたのが、あ、こうやってライアンクみたいにエスコートしてくれる男性、王子様は素敵なんだろうなっていうのをすごく感じました。もうライアン君が大人になるのが楽しみです。ライアン君、そんな言葉を剛力さんからもらっちゃいましたけれども、はい、今日ライアン君から実は何かプレゼントがあるんですよね。はい、はい、力強くはいと言ってくれました。じゃあここでライアン君から剛力さんにプレゼントを渡していただきましょうか。はい、はい、お姫様、綺麗です。ありがとう。ね、僕と一緒に、お出かけしてください。もちろんです。ありがとうございます。ありがとう。できました。ライアン君、はい、ぜひライアン君に皆様拍手をお送りください。もうライアン君の人生史上最も緊張した瞬間じゃなかったでしょうか。いや幸せですね。ね、嬉しい。ちょっとドキドキしちゃいました。ぜひ楽しいお出かけあるといいですね。ありがとう。はい、どうもありがとうございました。たくさんね、あの CM の撮影の秘話などお話伺いまして、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、新 CM ジョアシンデレラ怪談編は、全国で5月11日から放映が開始されます。そしてお二人が登場する CM 展開も今後続いてまいりますので、先ほど剛力さんから可愛いシーンがあるんですというヒントがありましたけれども、ぜひ皆様そちらにもご期待ください。ということで本日お迎えしましたゲスト、女優の剛力彩芽さん、そして佐藤ライアン君でした。